はいどうも、友達によく7年以上同じゲーム続けられるねと言われるミストです。はい、本日はですね、こちらの来たれパワープロ V2022 春の大感謝祭大ガチャのおまけでいただきます。こちらの来たれパワープロ V2022 選択ガチャ券で獲得すべきキャラ、桃鉄投手、エジプト野手、それぞれトップ5を発表していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、こちらのガチャと副産物の選択ガチャ券を駆使すれば、現環境のテンプレ編成がだいぶ潤うと思いますので、ぜひね、参考にしてほしいなというふうに思っております。ということで、早速桃鉄投手のトップ5から発表していきたいと思います。第1位がもうダントツで個人的に1位だと思っております。はい、こちら白切透子ということでですね、変化球速のマイベのキャラで球速上限を所持しております。で、筋特がこんな感じですね。はい、主にハイスピンジャイロプラスディレイドアームを取っていくということで、まあ今球速上限枠の中では一つ頭が抜けてるかなといった感じですね。はい、また白木透子ちゃんのデビューガチャスルーされたという方もね、たくさんいらっしゃると思いますので、まあこのタイミングで初のね、選択ガチャ系での復刻ということで、もう持ちない方はね、真っ先に選んでいただいて間違いないんじゃないかなというふうに思っております。まあクローザー育成では全逸が使えるんですけども、まあ先発中継ぎ育成では今のところね、まあ、この白木透子ちゃんを、まあ、入れたデッキがまあ一番強いと言われてますので、うん、まあここね、しっかりと持っておいて損はないかなというふうに思っております。はい、普通にガチャでもね、ゲットできますので、まあ、ガチャを引いてゲットされたという方はですね、まあ、無理して選ばなくてもいいんですが、うん、まあ、ガチャ引いて出なかったよという方は、まあ、この白切は取る第一候補になってくるかなというふうに思っております。はい。で、テーブル的には、まあ、40以上で使いたいんで、まあ、PSR の選択ガチャ券で取る優先度は高いかなといった感じですね。はい。まあ、SR35 だとちょっとね、使いづらいというか、まあ、破壊力に欠けてしまうというところありますんでね。これ40でね、いきなり得意連射率アップが 30% つきますんで、はい。まあ、PSR の選択ガチャ券で取るのが無難にいいかなとは思いますね。はい。では次、第2位見ていきましょう。第2位がこちら、全財ということで、再び今輝きを放っております。コントロール総理の二刀流後イベのキャラで、上限は持ってないんですけども、筋特2種取ることができます。基本的には脅威のキャラジュプラス強心臓を取っていくといった感じですね。はい。で、前までね、強心臓の枠不確定だったんですけども、アップデートによって戦国高校以外の育成でも確定になりましたということで、今ね、桃鉄高校で猛威を振るっております。はい。まあ、コントロール練習ということでですね、まあ、練習を散らすことができますので、サイコロの目が高い目が出やすいようになるというところが、まあ強みになってきますよね。はい。で、覚醒してるんですが、ここね、無理して PSR で使わなくても私はいいんじゃないかなというふうに思っております。はい。 PSR で上限ね、40% タックボーナスが上がるんですが、そんなに桃鉄高校タックボーナスが大事っていう高校でもないので、はい、まあ、全然 SR の選択ガチャ券でね、持ってないという方はね、取っていただいてもいいんじゃないかなとは思ってますね。うん。まあ、もうすでに持ってるよという方はですね、まあ、この、敏捷ボーナスは今の育成では不要なので、まあ、PSR でお持ちの方はね、タックボーナスそこそこ覚醒で上げてあげるのはいいんじゃないかなとは思っております。はい。まあ、基本的にただね、無理してね、うん、上げなくていいんじゃないかなとは思ってますけどね。まあ、他にも覚醒して強いキャラたくさんいますのでね、まあ、今後、明神が別場プラス覚醒なんていうね、ことも全然ありえますんで、そのためにもね、アイテムを持っておくっていうのもありかなとは思っております。はい。では第3位見ていきましょう。第3位がこちら、バリスタ野球ということでですね。はい。大気球速の後イベ二刀流のキャラで、上限がスタミナ上限を持っておりますね。はい。で、筋特が2種取れまして、精密化プラス金縛りということで、まあ、モテス高校で使えば、精密化新精密化にすることはできます。で、金縛りも一応二次特にできますんで、海岸で金縛りを引くことができれば、新金縛りも狙えるということで、まあ、めちゃくちゃいいキャラですよね。うん。全然ね、今のモテス高校のデッキでも入れていいんじゃないかなとは思ってますけども、まあ、ちょっと枠がね、今微妙というところで、今後の、まあ、新キャラ次第では全然入ってくる可能性もあるかなとは思ってます。個人的にはめちゃくちゃ推しのキャラですね。うん。まあ、復刻もそんなにしてなかったんで、まあ
私はね、個人的には PSR めちゃくちゃ欲しいんですよね。はい。といった中で、まあ、今後の新キャラの登場等で考えるデッキ編成とかも考えて、まあ、取る価値は十分あるんじゃないかなと思っております。はい。まあ、そのためにもね、まあ、このガチャゲンを温存しといて、いつでもバリスタ技を取れるようにしておくっていうのもね、ありかなとは思ってますね。はい。では第4位見ていきましょう。第4位がこちら、明神ということですね。はい、強化予告来ましたね。急速筋力の二刀流後指のキャラで、スタミナ上限と肩上限を持っております。で、筋特がこんな感じですね。はい、まあ、基本的には強心臓の方を取っていくんですが、強化でここクロスキャノンも取れるようになるかもしれないということで、まあ、そうなるとめちゃくちゃ強いですね。はい。で、この明神は何よりもゆかりの地が京都ということで、まあ、この割引がめちゃくちゃいいということで、うん、まあ、強心臓枠で、まあ、前在と今ね、どっちを使うかっていうね、まあ、お話になってきてるんですが、まあ、これはもう完全に好みでいいんじゃないかなと思ってます。ただ、まあ、サイコロの目が安定するのは前在の方なので、うん、急速タックプラス京都のゆかりの地でうまうましたいという方、と、前在でサイコロの目を強くして、あとあれですね、カードの神様が前在を編成すると出現率が上がるということで、まあ、そっちを取りたいという方、まあどちらかに分かれるかなといった感じですね。はい、まあ、安定面の前在か爆発力の明神といったところでね、まあ、お好きな方をどうぞということで、まあ、今回は安定感のある前在の方を、まあ、上位にさせていただきました。ただね、別場も来るかもしれないので、うん、解放の玉として持っていくのもありかなとは思ってますね。はい、では最後が第5位がこちら、誓いの魔球星スバルということですね。メンタル変化のマイベのキャラで、コントロール上限プラス4を持っております。で、筋特がこんな感じですね。スタートシュートプラス変化球プライド、まあ、基本的に取っていくかなといったところですね。はい、まあ、このスバルなんですけども、まあ、覚醒もしておりまして、こんな感じですね。はい、タックボーナスとエキツマスが、つくということで、まあこれは無難に強いかなといった感じですね。はい、まあ、特に技術ボーナスに関してはこれね、覚醒マックスにすると、こういうテーブル合わせて50になると22ですね。技術ボーナスえげつないで、得意レンジアップが 60% ということで、このね、尖った性能が結構桃鉄高校で使えるんですよね。っていうのも、桃鉄高校ってもうダブルタックになるだけで青マスに止まると強いんですよ。で、このスバルの得意練習率の高さによってダブルタックがポンポン起きます。はい、で、まあ、トリプルタックまで行くと本当にもうカンスト級に入りますんで、そうなってくると目的地にゴールした時の経験点以外も、まあ、経験点が見込めるということでですね、個人的にはかなり評価が高いキャラとなっております。特に、まあ、同栄ですね、同栄の別バージョン持ってないという方はですね、まあ、コントロール上限プラス4と同等のね、性能しておりますし、まあ、筋トレの査定面自体もそんなに大差がないので、まあ、このスバルを取ってあげるというか、まあ、取ってあげて使ってあげるね、価値は全然あるんじゃないかなというふうに思っております。はい、まあ、以上が桃鉄投手のトップ5ですね。1位が白霧、2位が全財、3位がバリスタ野球、4位が明神、5位が誓いの魔球星スバルといった感じにさせていただきたいと思います。では次、エジプト野手のトップ5見ていきたいと思います。第1位が、はい、もうぶっちぎりで、はい、こちらラミーということでですね、はい、高校固有キャラの中でも唯一ずっと使われているキャラですね。はい、マイベのオートデート彼女キャラで、上限がミートとコントロールプラス4持っております。で、筋トレこんな感じですね。まあ、ヤシ育成の時は主に祝福プラスストレートキラーを取っていくということで、まあ、ここの査定面もめちゃくちゃ強いということでね、まあこういうキャラね、誰かしら一人入れないと筋トレ1個かけてしまいますんで、まあその中でもラミーはね、必須かなということで、もう最近始めたね、初心者の方とかでね、このラミー持ってないという方はもう絶対取ってあげてください。ヤシ育成でマジで今必須の彼女キャラとなっております。はい、なんでここはね、持ちない方はしっかりと取っていただければ全然問題ないかなというふうに思っております。ちなみに SR で全然 OK です。はい、もう彼女キャラはもう今ね、SR35 で十分の性能になってますんで、はい、もう SR 選択ガチャ券で、まあ、取ってあげるっていうのが理想かな。はい、なんで SR 選択ガチャ券ラミー、PSR 選択ガチャ券白霧っていうのが、まあ、今のところ、まあ、最高の使い方かなとは思ってますね。では次、第2位見ていきましょう。第2位がこちら。サンタコフデという高等例ですね。はい。マイベのソリ鍛錬キャラですね。はい。
して、上限、総力上限、プラス6を、所持しております。はい、ここですね。はい、で、金徳が、ダイダの神様プラス情熱エールということで、はい、まあ、エジプトヤシの走塁枠で、まあ、猛威を振るうキャラですね。はい、まあ、今ね、ドモンちゃんの別バージョンが出てる、まあ、っていう感じなんですけども、まあ、ドモンかサンタコーデかね、まあどっち使うかね、まあ人それぞれ分かれると思うんですよね。うん、ただ、金手の査定面とかね、まあ、上限の査定自体にそんなに大差はないので、うん、まあテーブルで言ったらね、コーデの方が強いですし、まあ安定感で言ったらね、総力練習改革を持っているドモンの方が強いといった感じで、まあね、お好きな方をどうぞといった性の中で、同じ走塁練習の中では、まあ2人ともね、頭一つ今抜けてますので、まあエジプトの走塁枠が足りてないよという方はですね、まあ、選んであげるといいんじゃないかなというふうに思っております。はい、まあ小筆については、うん、まあできればここも40以上で欲しいかなっていうのはありますね。はい、解放するごとにタックの破壊力がどんどん上がっていきますんで、まあ、エジプト高校はモーテツ高校と比べると逆にタックが大事、タックボーナスとかがね大事になってくる高校ですので、はい、この小筆もまあできれば PSR で欲しいかなっていうのはありますね。はい、でまた通常バージョンで解放が狙えるっていうのは強みになってきますんでね、まあ、解放 SR の45とか狙えるという方はですね、 SR で取ってあげてもいいんじゃないかなといったところですね。では第3位見ていきましょう。第3位がこちら、アイドルワーちゃんということでですね、はい、アイドルの2人も復刻しております。メンタル鍛錬の後イベのキャラで、上限が、こちら総力と守備上限、二種上限となっております。で金徳が二流種育成の時は小二流種プラス規約、それ以外だと牛若丸が取れるといった感じですね。はい、まあ二流種育成でも強いですし、他のポジションでも、まあ、牛若丸が取れるということで、まあ、査定面ね非常に優秀ですね。はい、でエジプト高校に関しましてはもうメンタル練習のキャラがもう絶対に必須ということでですね、はい、まあ、特に遊戯王コラボのガチャを引いてないという方はこのメンタル枠でこのワーちゃん頭一つ抜けておりますので、まあ、選んでいるといいんじゃないかなというふうに思っております。はい、福井部で選球眼が取れたりとね、本当に、うん、回復もできたり非常に優秀なキャラですので、はい、テーブルもここね、なんと解放しなくても強いんですよ。解放しなくても十分強いということで、まあ、SR の選択ガチャでも PSR の選択ガチャ40で使ってあげても全然いいかなといったところですね。はい、非常に優秀なキャラと言えるでしょう。では第4位見ていきましょう。第4位がこちら、アイドルパーちゃんということでですね、守備鍛錬のマイベのキャラで、上限が、はい、こちらパワー上限と補給上限の2種上限となっております。で金徳がこんな感じ、一粒子だと四股の一粒子プラス修戦者、それからと魔術師を基本的に取っていくといった感じになっております。はい、まあ、このアイドルパーちゃんに関してもとにかく回復がえぐいくらい強いです。はい、もう回復イベントが全部で合わせて4つあるということで、もうこれはねえげつないくらい優秀ですね。まあ、エジプト高校ね、立ち回る上で体力キープがかなり苦しくなってきますんで、そんな中でこのアイドルパーちゃんの回復イベントが救ってくれるということで、まあ非常に入れてるだけで強いといったキャラですね。で守備練習というところも非常にレアな、今のところですね、まあ、レアな練習になってきますんで、まあ、エジプト高校でね、まあ強力なスカラベですよね、が秘宝で取れますんで、まあそこも非常に評価できる点なんじゃないかなというふうに思っております。はい、まあこのアイドルの2人は、まあ、持っておいて損はないかなといったところで、このパーちゃんに関しても SR35 で十分使える制度になっているので、はい、まあ選ぶ価値は十分ありかなというふうに思っております。では最後第5位見ていきましょう。はい、こちらですね、ゴブリンということでですね、はい、未だに強力な、キャラなんですけども、肩鍛錬の後イベのキャラで、上限は持ってないんですけども、金徳が左キラープラス、球界の頭脳かキャッチャーぐらいと左キラープラス勝負師ということで、いやー、まあエジプトの肩枠としてね、今でも全然使えるキャラとなっております。はい、遊戯王コラボでカイバーを引いてないとお持ちないという方はですね、もうゴブリンを編成してあげれば間違いないかなというのはありますね。で覚醒もしておりまして、なんと SR で肩上限アップがつくということで、これはいいですね。うん、ここをね、逆というか SR の方で肩上限にしたっていうのは、まあ、かなり評価できるかなとは思ってますね。あれ PSR でタックボーナスがさらに40上がるということで、まあこれもねぶっ壊れて強いんですけどね。はい、なんでこのエジプトの育成で使うっていう風に考えると、まあ PSR で欲しいかなっていうのはありますね。
はい、で型上限が、まあ、あのゴブリンの上限解放といいますか、この覚醒しなくても組めてるよという方はですね、ここ無理に解放しなくていいんじゃないかなとは思っております。はい、まあ、本当にエジプト環境で大出世したキャラですね。うん、まああの常設キャラなんですけども、ここまでね強化されたキャラは未だかつていなかったんじゃないかっていうレベルでね、強力なキャラですので、うん、まああのエジプトの型枠で困ってるという方はですね、まあ、選んであげるといいんじゃないかなと思っておりますということでね、もう一度おさらいしますと、エジプト野手のトップ5、第1位がラミー、第2位がサンタコフレ、第3位がアイドルワーちゃん、第4位がアイドルパーちゃん、第5位がゴブリンということでね、まとめさせていただきたいと思います。はい、非常にねこの選択ガチャ券優秀なガチャ券になってますんで、まあ、使う際は慎重にかつ大胆にいってほしいなというふうに思っております。はい、まあ、エジプト高校は当分環境動きそうにないので、うん、エジプトの野手育成においてピースが不足しているという方はですね、まあ、真っ先に使っていいんじゃないかなと思いますね。で、モーテツ投手に関しては今後どんどん環境は動いていくと思いますんで、まあ、それを見越した上で、うん、使ってあげるのはいいかなとは思っております。はい、という感じでね、今回の動画終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では失礼します。 See you.